人気商品や限定販売商品を買い占めて高額で販売して儲ける、転売屋、と呼ばれる人たちが近年問題視されている。9日に放送された、新、情報 7days ニュースキャスター、TV、SK、では中国人転売屋を批判的に取り上げて話題になっている。ある中国人転売ヤー番組では人気ブランドに並ぶために元締めに雇われた、並び屋、に注目。インターネットの掲示板が募集があり、そこには、バイト代や身分証の貸し出しなど、様々条件が書き込まれていた。店がオープンし大量の商品を購入してきた中国人に全部自分で使用するのか確認のためにインタビューを実施すると、ダメですね、秘密、いや、20万円分全部自分のもの、と返事があった。大量に商品を買い占めてネット高値で売る行為は犯罪ではないのだろうか。IT ジャーナリストの三上洋氏は、転売という行為自体はグレーゾーンなので現在の法律で罰することが難しい。誰でも安心して買えるように何らかの法規制が必要だと思う、と、法整備の必要性を訴えた。アドズバイキオスクド、裁判の傍聴券にお金を払うのも、毎回独自の視点でコメントをするビートたけしは、同じように並び屋で裁判の時があるじゃないですか。オウムとかそういう社会を相手にした裁判の時にアルバイトを雇って出版社が当たった人にお金を渡して入るのは、ダフや行為なんじゃないか。俺は中継するべきだと思うんだけどね。社会を相手にした反社会的な行為は犠牲者が傍聴券を並んで当たった人には報酬を出して入るのはどうも変な感じがする、と、持論を展開した。たけしの意見に納得の声ネットではたけしの意見に共感する声が目立っている。転売商品を買うことがある。調べ編集部では、全国20、チルダ60代の男女1387名を対象に、転売に関する調査を実施。定価より高い転売品を買うことがある、と回答したのは全体の1割という結果に。多くの人は高額な転売品を購入したことはないようだ。しかし、チャンスを逃すと手に入らない限定品や人気アーティストのライブチケットなどがどうしても欲しい、と思って転売品を購入する人もいるだろう。最近では転売対策もされるようになってきたが、安心して買い物ができるように法整備もされることを祈るばかりだ。合わせて読みたい、転売屋を本気で潰す方法、が議論に弁護士に見解を聞いた、文、調べ編集部、嘉手川裕太、調査概要、広報、インター、ネットリサーチ、クズー、調査期間、2016年10月21日から2016年10月24日対象、全国20代から60代の男女1387名、有効回答数、